障害者として生きる中で感じたことを介護を学ぶ留学生に伝え、今後の仕事や生活に生かしてもらおうと、車椅子生活を送る内田克也さんが特別講義を行いました。特別講義を行ったのは、〇〇な障害者の会の会長を務める内田克也さんです。内田さんは、生まれつき骨がもろく骨折しやすい骨形成不全症で、幼い頃から車椅子で生活しています。今日はミャンマーやネパールから留学し、佐賀市の佐賀女子短期大学で介護について学んでいる学生18人に、自身の経験を踏まえて特別講義を行いました。講義では、ハードとハートのバリアフリーと題し、ノンステップバスや多目的トイレなどハード面の整備の必要性や、心のバリアフリーとして自分とは違う誰かのことを思って行動することの大切さを説明していました。お互い優しく心でサポートして送りたいなと思いました。障害者にとっても、まあ、高齢者にとっても、普通の、人たちにとっても、自分が優しい心を持って、他の人のことでも自分のことと考えて、優しくしようと思っています。街で出会った人たち、そして仕事で出会う人たちのですね、困りごとにいち早く気づいて行動できる、そういう人たちになってもらえたらなというふうに思っています。